どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。魔法使いプリキュアバトンタッチリンクルストーンセットの方をご紹介したいと思います。ついに魔法使いプリキュアの反則アイテムリンクルストーンがなんと最速で1月より販売されましたのでご紹介していきましょう。ではパッケージ見ていきますね。 GO プリンセスプリキュアから魔法使いプリキュアへバトンタッチ。内容なんですが、覗き穴から光を覗くと GO プリンセスプリキュアのマークが見えると書いておりますね。ドレスアップキーデザインのリンクルストーンとなっております。とても見覚えのあるデザインになっておりますね。そして、付属には魔法使いプリキュア応援シートが入っております。後ろのパッケージはこのようになっております。では早速中身を開けます。中身を開けるとこのようになっております。まずは説明書と魔法使いプリキュア応援シートが入っております。そしてバトンタッチリンクルストーン本体とこれに取り付けるためのボールチェーンが1つ入っておりますね。ではバトンタッチリンクルストーンの方を見ていきましょう。全体このようになっております。まさに魔法使いプリキュアのリンクルストーン、そして GO プリンセスプリキュアに出てくるドレスアップキーが合体したリンクルストーンのデザインになっておりますね。そしてこのドレスアップキーのデザイン、どこかで見覚えがありますよね。はい、こちらになります。 GO プリンセスプリキュアの最初の玩具であるプリンセスパフュームを買うともらえる特典のドレスアップキーでしたよね。なんとこちらのデザインがそのままリンクルストーンに入っているという風になっておりますね。真ん中にあるハートのダイヤの部分もまさしくそのまんまですね。後ろの方を見てみるとこのような感じですね。こちらに突起部分がございますので、これがもしかすると個別認識の部分になるんでしょうかね。こちらに突起じゃない部分がございますけども、ナンバーが書かれておりますね。もしかするとこれが別のリンクルストーンだと突起部分がそれぞれ違う可能性がありますよね。そしてこちらに通す穴の部分があるんですけども、これはボールチェーンが必要となりますね。こちらに通していきます。はい、通しました。通するとこのような感じですね。あとはこちらのボールチェーンを止めればこのようにアクセサリーにすることもできます。ではリンクルストーンの遊びである覗き遊びについて説明したいと思います。はい、こちらのハートマークありますよね。これが覗き穴となっております。まずこのリンクルストーンを逆さまに抜かせます。そしてこの状態で覗き穴から右目で見ます。右目から約3センチ以内離れて見るようにしてください。そして覗き穴を見ながら光を見ます。その光に関してなんですが、 LED ライトが必要となります。100均とかでも売ってるので、ぜひご購入して買ってみて試してみてください。では実際にやってみましょう。こちらに100均の LED ライト早速買いました。こちらを使ってこちらから覗いてみると、なんと GO プリンセスプリキュアのマークが見えます。では LED ライトをスイッチオン、こうします。そしてこのように見るようにしてください。ではこれをこのまま近づけさせると、このように覗くとここから GO プリンセスプリキュアのマークが見えます。うっすらと見えますね。うわー、すごい仕掛けになってますね。うわー、まさしく GO プリンセスプリキュアのマークがうっすらと見えます。すごいですねこれ。続いて魔法使いプリキュア応援シートの方を見ていきましょう。こちらに GO プリンセスプリキュア魔法使いプリキュアのロゴマークが書かれておりますね。そして真ん中には今回の新しいプリキュア魔法使いプリキュアよりキュアミラクル、キュアマジカルが載ってますね。そしてキュアミラクルの本名は、朝比奈未来ちゃん、キュアマジカルの本名はリコちゃんとなっております。そして一番下には GO プリンセスプリキュアのメンバーがいますね。私たちが魔法使いプリキュア紹介すると書かれております。はい、では中身見ていきましょう。
では中身見ていきましょう。まずはこちらのページですね。魔法使いプリキャってなーに、真ん中にはキュアミラクル、キュアマジカル、そして妖精のモフルンがいますね。ミラクルマジカルジュエリルと横に書かれております。キュアフローラからは魔法使いプリキュア紹介すると書かれてます。そして魔法使いプリキュアは ABC テレビ朝日系列にて2016年2月7日日曜日朝8時半から放送スタートですね。そしてストーリーの方を書かれてますね。見てみましょう。魔法に憧れる元気な女の子未来、ある日魔法界からやってきた魔法使いのリコに出会います。なんと2人はプリキュアに変身して悪者と戦うことに。2人の奇跡の魔法の物語が始まります。キュアスカーレットからは魔法不思議な力ですわと書かれておりますね。はい、こちら、キュアツインクル、あのクマちゃんがモフルンだね。キュアマーメイド、とっても可愛いわと書かれております。もっと詳しく知りたい方はこちらをチェック。月刊誌お友達3月号、楽しい幼稚園3月号、絵本お友達お出かけミニブック、魔法使いプリキュア、絵本魔法使いプリキュア、シール遊び絵本、雑誌に関しては2月1日発売、絵本は2月5日販売予定と書かれておりますね。続いてリンクルストーンってなーにと書かれておりますね。はい、キュアスカーレット宝石のようですわと書かれておりますね。はい、これがリンクルストーンですね。今後販売されるリンクルストーンたちですね。いろんな形の宝石がございます。リンクルストーンは続々登場、番組チェックしてねと書かれてます。リンクルストーンって何、下の文章はリンクルストーンは魔法の力を込められたとっても大事なもの、キラキラ輝いて宝石みたいに綺麗なの、モフルンのリボンにつけるとプリキュアに変身できちゃう。そうなんですね、今回妖精自体がなんと変身アイテムになってるんですよね。リンクルステッキにつけると、いろんな攻撃ができるよ。魔法使いプリキュアはこのリンクルストーンの力で大活躍するという風になっておりますね。ちなみにリンクルステッキは魔法使いプリキュアの武器アイテムになってます。 GO プリンセスプリキュアから魔法使いプリキュアへバトンタッチ、特別なリンクルストーンだよ。今回、紹介したものですね。ピンクのハートが宝石みたいでキュートと、金色のキラキラがまぶしくて、素敵。この穴は何かな。はい、先ほど覗きました GO プリンセスプリキュアのマークがありましたね。そして GO プリンセスプリキュアのオープニング登場するドレスアップキーがモチーフになってるという風になってますね。おもちゃの場合だったら、プリンセスパフューム買ったらもらえる特典のドレスアップキーですよね。そしてリンクルストーンの覗き穴から全国のおもちゃ売り場に2月6日土曜日から登場するモフルンステージなどの光を見てみよう。精霊やマークが見えるこの書いてありますね。ゴープリンセスプリキュアのマークが見えるってことですよね。はい、モフルンステージにあるお店に関しては、まあ、公式ホームページをチェックという風になってます。後ろの方を見てみるとこのようなことが書かれております。魔法使いプリキュアのアイテムでプリキュアになりきっちゃおう、キュアマーベイダーとっても素敵にって書いてますね。はい、これがなんと変身アイテムでございます。おしゃべり変身モフルン、2月6日土曜日発売、5500円の税抜きと書かれております。はい、なんと妖精自体が変身アイテムになってるわけですね。リンクルストーンダイヤがついておるという風になってます。リンクルストーンをリボンにつけて手を握ってください、キュアミラクルとキュアマジカルに変身できる、たくさんおしゃべりしてくれるあなたのお友達だよと書いてますね。そして一番下は、魔法使いプリキュアが使う、武器リンクルステッキ、こちらも2月6日土曜日発売、4980円税抜きですね。悪者と戦う時に使うリンクルステッキ、リンクルストーンをつけていろんな攻撃や必殺技を出そうという風になってます。そして変身リンクルストーンセット、はい、こちらはリンクルストーンルビー、サファイア、トパーズ、そしてネックレスチェーンがついているセットですね。こちらも2月6日土曜日発売予定の2000円税抜きとなっております。ちなみにこのリンクルストーンのルビー、サファイア、トパーズがこのキュアミラクル、キュアマジカルのフォームチェンジに使うためのリンクルストーンとなっております。そしてこれは女の子たちがコスプレするためのやつですね。変身プリジウムですね。はい、これがフォームチェンジです。ダイヤスタイル、ルビースタイル、そしてサファイアスタイル、トパーズスタイルとなっておりますね。はい、こちらも2月6日土曜日発売予定となってます。では最後はこちらですね。覚えられたかな、魔法使いプリキュアクイズ、ちゃんと覚えているかな。じゃあこのトリプルナイン挑戦していきます。ナンバー1、魔法使いプリキュアの
二人の名前は覚えてるかな。はい、ピュアミラクル、ピュアマジカル。そしてナンバー2、プリキュアのお友達のおしゃべりするクマのぬいぐるみの名前は、はい、モフロン。そしてナンバー3、キュアミラクルとキュアマジカルが持っている魔法の力を込めた宝石の名前は、はい、リンクルストーン。うん、とても簡単ですね。そして一番気になるのはこちらですね。キュアミラクルとキュアマジカルのダイヤの原石がもらえるチャンス、おしゃべり変身モフロンをお買い上げの方先着に出ましたね。おなじみの反則アイテムを買うともらえる特典のアイテムですね。はい、これが今回の特典になるんですね。ダイヤの原石キュアミラクルをプレゼントとのことです。で、さらにお出かけ先でモフルンと一緒に撮った写真を投稿してダイヤの原石キュアマジカルをゲットしようと書いておりますね。なるほど、とても財団 B らしい売り方ですね。以上で魔法使いプリキュアバトンタッチリンクルストーンセットの方をご紹介いたしました。そしてこのバトンタッチリンクルストーンを覗き穴から見る映像を撮ったんですけども、とっても難しかったです。何回かカメラを調節してズームをこう何回も繰り返したらようやくあのマークが見えたんですよ。すっごい難しかったですね。ちなみにこちらのバトンタッチリンクルストーン、今後販売されるおしゃべり変身モフルンリンクルステッキに連動するアイテムとなっております。音声に関してはそちらが販売されてからとなりますのでよろしくお願いします。2月6日ですね。2月6日の時にこちらの音声も確認していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録はPC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。